比例の問題をずっとやってきましたが、比例でも大きな数になるとよくわからないので、うんと簡単なできるだけ小さい数字でこのお互いが比べられるようにいうわけで、その簡単な比の形に直す、その練習をちょっとしてみましょうね。例えばここに12対18というのがあります。それをもっともっと簡単な形に直せないかと思ったら、分数の約分と同じですね。12と18は何で両方とも割れるかの先見つけるんです。みんなすぐ気がついたでしょ。2でも3でもいけるけれども、6で割るのが一番、最大公約数になりますね。でそれで6でポンと割ると、ほら2で、こちらは6で割ると3になります。でこうしてやると12対18というよりも2対3いう方は、比の感じが大きさの比べるのはよくわかりますね。こういうふうに比はできるだけ簡単な形にで、直すとよくわかりますので、そういう勉強をあと3つでやってみましょう。じゃあ16対40の場合、さあ16と40両方の最大公約数いくらですか。2でもいける、4でもいけるね。もうないかな。そう、8の段があるね。8の九九で言うと8に16があるし、8五40がある。そしたらもう当然8で割ったらいいわけです。じゃあ2対40割る8は5と。簡単ですね。とても簡単な比に直すことができました。さあこれ見てごらん。小数点がついている場合にはこのようにしてください。小数点があるとなんかこうちょっと分かりづらいので、この場合は小数点より下が10分の1の位がどちらもついてますから、両方とも10倍します。そうすると 3.2 の10倍は32。5.6 を10倍すると56と、こうして32対56の形にまず変えてみます。するとこの中の最大公約数はすぐ気がつくでしょ。32、ここの段で 何かなかったかな、気がつきましたね。8ですね。で8を両方でポンと割ります。8で割りますとこれが4、こちら56割る8は7だから 3.2 対 5.6 だ。なんかちょっと分かりにくいんだけれども、簡単な形にすると4対7というふうに分かりやすいでしょ。こういうふうにしていきましょう。さあ分数でもできるんですよ。分数も3分の2対5分の4どっちが大きいか小さいかよく分からんという場合ね、このようにしてください。両方ともこれはね、同じ分母にしますと、通分すると15分の10対同じく53、15分の43、12となりますね。こういう分数になる。どちらも分母を同じにしますと、通分すると。そしたら、この分母と分母は同じだから、大きさの形は分子だけで見たらいいわけで、ね。だから10対12。あ、これでできた思ったらダメですよ。さあ、それをさらに約分しましょう。2で約分できますから、5対6となる。このようにして簡単な比に直すのは非常に便利です。さあそれができたので、ちょっといっぺんこういうやり方見てみましょうか。先ほどの比例式の通りにこれをやってみますよ。16対40は本当に2対5と正しいかな、調べてみましょう。あ、これはちょうど16が2になったということは8分の1になったね。そしたらこの40も8分の1になっているかな。はい、40割る8で、はい、5になった。こちらから見たら2が8倍になった、5も8倍になっているね。こういう関係があります。で内側同士かけてごらん。40×2は80、16×5いう外側同士かけてごらん、80。どちらも80になっているね。こういうふうにしてこの簡単な比に直した後、間違ってないかどうかをそういうふうにして調べるやり方もあります。さあこういうような比を簡単にする練習をあとしばらくまた続けてやってください。